エフフォーリアは日本の競争馬。主なカチクラは2021年の共同通信杯、サツキ賞、天皇賞。馬名の意味はギリシャ語で強い幸福感、母なより連想。父、エピファネアは2013年の菊花賞、2014年のジャパンカップを制し、2015年に種ボバ入りした。種ボバとしては初年度3区のデアリングタクトが、 史上初の無敗での品馬三冠を達成しており、本馬は2世代目の3区にあたる。母、ケイティーズ・ハートは、現役時代通算15戦三勝その母、ケイティーズ・ファーストは、半妹に、菱マゾンや菱ピナクルがおり、繁殖品馬としては、第5個のマイケイティーズが2007年の年度代表バードマイアムーンを生んでいる。本馬は二千十八年三月十日にノーザンファームで、 生まれ、キャロットクラブで、ケイティーズハートの2018として、募集総額2800万円で募集された。8月23日札幌の2歳新馬戦に、安城、横山武氏で出走。一番人気に、支持されると、道中行為の3番手で追走し、直線で鮮やかに抜け出して最後は追いすがるエスコバルを、3、4馬審査振り切りデビュー戦を飾った。 県領室前の枠場に戻ってきた安城は、馬が良すぎると口にした。一息入れて、十一月八日東京の百日層、特別は、中段でレースを進めると直線でバグンを割って抜け出し、レーンフロムヘブンに一馬身一、四差をつけ、デビューに連勝となった。二月十四日東京の共同通信杯で始動。道中高一位層から直線で先頭に立ち皇族を、突き放すと、最後は、 ビクティファルスに2馬審差をつけ重賞初制覇を挙げた。続く4月18日中山のサツキ賞では、ダノンザキットに次ぐ2番人気に支持され、道中行為でレースを進めると、内から抜け出し2着タイトルホルダーに3馬審査の完勝。史上19頭目の無敗のサツキ賞馬となった。安城の横山武氏は、これが G1 発勝利であり、1998年に、 西雲スカイで、同レースを勝った父、横山範博との親子制覇を達成した。2着に0.5秒以上つけての勝利は、平成以降では1994年成田ブライアン、および2011年オルフェーブルに続き3投目、クラシックの関東馬ワンツーは1着同着となった2010年オークス以来11年ぶりのことである。5月30日、東京優春に出走。 単勝1.7倍の圧倒的な一番人気に押された。過去に多くの優勝場を出している一枠一番からスタートすると道中は最内の中段を追走。残り500メートルあたりで外目に持ち出すと一気に伸びて先頭へ抜け出したがゴール直前で内側からシャフリアールに強襲され最後は首の上げ下げの際どい勝負となった。写真判定の結果 わずか10センチメートルの差で2着となり、無敗の2冠を逃した。なお、本場の父、エピファネア、とうとう、シンボリ・クリスエス、ボフ、ハーツ・クライも日本ダービーで2着となっており、一族の無念を晴らすことはかなわなかった。自走について、秋は天皇賞から出走すること、また有馬記念にも出走する意思があることが表明され、10月31日、天皇賞に出走。 道中は、中段やや前目の位置に控え、ゴール手前でグランアレグリアに代わって先頭に踊り出て、追い込んできた、コントレールにも花を譲らず一番真ほど抜け出して、優勝した。これは2002年のシンボリクリスエス以来、19年ぶりである3歳馬による、秋立て制覇であった。さらに、キャリア6戦目での JRAA、コバ G1 優勝は、グレード制が導入された1984年。 以降の最小キャリア大記録となった。安城の横山武史騎手は2週連続の G1 制覇で、同レース史上初の親子3大制覇を成し遂げた。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。横山武史は、同年7月に函館リーディングを獲得しており、この年史上最年少で、関東リーディングを獲得することになる。 2008年以降はディープスカイロジユニバースエイジンフラッシュ絆ロジャーバローズのご投ありがとうございます。